僕が教養ゼミの最初の授業を受けたのは入学間もない頃でした。まずは自己紹介から。出身地や趣味、興味のあることを話しました。僕のクラスの場合はこれがグループ発表や個人発表のテーマにつながっていきました。教養ゼミの担当教員は2人、文系の教員と理系の教員といった専門の異なる教員2人による講義やアドバイスにより様々な視点から考えることを学びました。そしてグループ発表のためのグループ編成が行われました。僕のクラスの場合は関心のあるテーマが似ている学生同士でグループを組みました。他のクラスではいろんな学部の学生がバランスよく入るように教員がグループ編成をすることもあったと聞いています。国際教養学部、国際商学部、理学部、データサイエンス学部、医学部医学科、看護学科、学部の違う学生が同じグループになり一つのテーマについて一緒に活動することで学部の垣根を越えて連携、協力、交流が生まれます。週1日、1限と2限を使って教養ゼミの授業が行われます。それ以外の日はそれぞれの学部の授業を受けますが、毎週ある教養ゼミの授業は高校のホームルームのような存在でした。グループワークだけでなくディスカッションの手法やパワーポイントの作成方法を含めたプレゼンテーションスキルを学ぶ日もあります。僕はパワーポイントを使ったプレゼンテーションをするのは初めてだったので失敗することもありましたが、チャレンジすることは楽しかったです。対面で会えないときはオンラインでグループの仲間とディスカッションしながらグループ発表の準備を進めます。グループ発表の日、僕のグループのテーマは日本と海外の医療の違いでした。他にもどんな映画が流行るのか、震災の問題と対策、鎌倉横浜観光調査といったさまざまな分野のテーマがあり、これまであまり触れることのなかった他分野にも新しい気づきがあって面白かったです。プレゼンテーションが終わると先生からのフィードバックをもらいます。プレゼンテーションのテクニックやアドバイスだけでなくクラスメートからもたくさんの質問や意見が出るので、それらを取り入れて次の個人発表のプレゼンテーションへ生かします。個人発表の日、これまでプレゼンテーションスキルを学んだ僕は自信を持って笑顔がもたらす効果のテーマで発表しました。クラスメートの発表を聞いて自分とは違った視点で上手にまとめている人、プレゼンテーションスキルが上がって見せ方が上達している人など、クラス全体が格段に成長しているなと感じました。最終日には振り返りをして教養ゼミは終了となりました。授業が終了してからもキャンパスで会えば一緒にランチをしたり話したり、学部が違っても仲間としての関係は続きます。教養ゼミで出会った仲間、学部の垣根を越えて刺激し合う大切な関係、教養ゼミの仲間はこれからも続いていく僕のホームです。Coming up next on Yokoshiri the Movie. Join us as we show you a day in an actual Kyoyo Zemi class. And don't miss the after-class interviews with a freshman too. Stay tuned and we'll see you on the next episode. Thanks for watching and don't forget to subscribe.